あ？隠れるのかな。うわー、ビデオテープがある。先に見ろと。あ、女の子だ。あ、はい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 。おそらく、戸締まりをしろっていうことだね。いや、違うのか。いや、閉じてるな。さあ、何をすればいいんだろう。ドアは基本的に閉まってるよな。これやられるのかな。女の子の記憶だよね。さあ、ドアは全部閉まってるな。さあ、開いてますね。あ、やられるんかい、やられるんかい。やられるんかい。Windows and door。 なるほど。おや、開いてるとこは開いてんな。さあ、なるほど、空いてるとこ空いてないとこがあるんだね。なるほど。うん、なるほど。はい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 。なんか嫌な音するね。なんだこの音は。はい、in your room。 ちょっと待って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 。 Hide in your room か。はい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 。うん、クリ、一応クリアだね。進んだ感じ。あー、そっか、女の子なのか。ああ、いや、でもなんかあ、被害者が何人かいるっていう感じか。だって行方不明になった写真あったじゃない。あれは確実に男の子だったもんね。これも見てみましょうか。さあ、またこれは別の。これはまた別の視点ですね。あ、これは多分 VTuber ですね。VTuber じゃねえや、YouTuber ですね。最近、VTuber、VTuber 言いすぎて、YouTuber よりも VTuber が先に出てきてしまう。だから。だから何って話だよね。ごめんね、ちょっとこんなにぐるぐるする必要ないか。あ、でもこっち行けるな。まあ一応道は一本道だけど、これもさっきのビデオと一緒でやられる要素はあるのかな。 You don't have flashlight。
あなたは、フラッシュライトを持っていませんとのことです。こっちにはないね。この紙だけか。まあおそらくはこの辺で起こってる怪奇現象について調べに来たっていう、そんなところかな。まあバイオセブンでいうフーターズだっけ。あのなんかあの最初にねやられちゃった3人組あいつらもかわいそうですよね。まああいつらのおかげでEさんが助かったと言っても過言ではないです。はぁ？これ、真ん中がまあ、あれだよね。スレンダーマン。で、下のが子供たち？で、子供たちが、スレンダーマンの周りで、小躍りしてるっていう。まあ、スレンダーマンは、子供を集めているってことなのかな。なんだろうね。ちょっとまだ話が読めてきません。これ釣り上げられ、ちょっと待ってね。ちょっとなんかそこ扉道が開きそうなんだよね。ちょっと視点がぐるぐる動いてて気持ち悪くなっちゃうかもしれないけど、あーやっぱり上げられるよね。うん、なんかちょっと持ち上げられそうだなと思って。そうなってくるとまた別のお話にも見えてくるよね。子供をね連れ去る、妖怪というかね、そういったモンスターで言うと、え？そういったモンスターで言うと、ハーメルンの笛吹きっていう物語が割と有名ですよね。なんかちょっとそこ取りたくないな。ちょっと後回しでいい？先にこっち見させて。なんか暗すぎる、あそこ。いくらなんでも。あ、でも行けるのか。ここ。なんか嫌な音してたんだけどな。フラッシュライトがないからなぁ。リマインド。あー、これをアウトオフ。ん？まあ、これ修理すんのかな？中が真っ暗だから、さっきの発電機みたいなのを修理して、中を明るくしようっていう、そういうことですね。そう。まあ、おそらくはこの辺ではないと思うんだけど。まあ、一応ね、探索できるとこは探索しましょう。おそらくあの風車に向かっていくんだと思うんですが、まあ、こんだけ広いとちょっとね、走り回りたくなるのがね、ゲーム実況者というものですけど。語弊がありすぎるよね。ロックだ。この先も行けんのか。ちょっと待って、これ内容が結構でかいかもしんないな、このビデオは。お、え？地下、なんかドラクエの地下の階段みたいなのあったけども、そっちは行けんのか。いや、二つあんな。あ、この風車ではないんだ。行く場所は。ちょっと待って。え、これ繋がってんのか？電気はつく。あ、なんか繋がってそうだね。あ、いい雰囲気。繋がってそうだけど。特になんもない、ね。おお、走ってったね。さすがにちょっと驚いた。怖い怖い。
いや、スレンダーマンだけが出てくるかなと思ってたから、意外と。そうか、これ発電機のガソリンか。これ何個集めればいいんだろう。でこっちに繋がってんのか。2つでいいのかな。お、いいね。今の階段のところ怖かったね。おお、不気味。なんだ？これ走った方がいい感じ？何？なんか音だけ聞くとさ、キャトられるんじゃねえかなって。なんかどっちかっていうと、なんかスレンダーマンに襲われるというよりかは、キャト宇宙人に、まあでもどうなんだろうね。宇宙人って可能性もあるよね。ね、都市伝説ってさ、やっぱいろんな解釈ができるのが面白いよね。あ、ね、これで電気がつくわけだ。いいね、この青白いライトがまたたまりませんな。お、スレンダーマンのマーク。こう行き止まりっぽいね。で、さっきのガリガリのなんか人物というか、あれはもうスレンダーマンじゃないもんね。おそらくは、まあ、さらわれたっていう感じなのかな？スレンダーマンに。さらわれた、その子供の、あ、これがあれだ。さっきの、もう一つのビデオの、もう一つのビデオじゃない。さっき人形の、チャーリーか。チャーリーの絵じゃないかな、今のは。さあ、ツリーハウスですね。うん、特に何もない感じかな。回収要素も登れるわけじゃないんだね。お、バックロー、ちょっと下の方に文章がありますが、普通に読めねえな。大家族か。大家族ってわけじゃない。なんかね、子供が何人もいて、後ろのあれスレンダーマンか？そういうわけじゃないか。まあ多分、なんか気のせいだろうね。あ、あるね、やっぱり。鍵。で、そっか、チェーンカッターじゃないんだね。そこの、ここ開いてないんかい。また中戻っていくしかないね。あそこのちょっと綺麗めな家、あそこに行くって感じだね。おっと、ちょっと待って。ごめんな、ちょっと待って、道を間違えただけなんですね。えお兄さん、ちょっとね、あ、なんだこの、道間違えただけなんですって、許してって。ちょっと追われてる、なんか追われてんのこれ。どうなの。やられたくないよこのタイミングで。いや、音だけかい、音だけかい。あ、墓地か。あ、墓地だったんだねここ。フレンダーマーソン、マーソンか、メイソン。さっきの集合写真の中にも今の名前あったんすよ。もしかしたらなんだろうね。あ、家族なんだ、やっぱ。家族というか親族だね。メイトンかな。
日本でいう名字の部分が全員同じなんですよ。ハリソン・メイソン。ハリソン・メイソン、いいね。いいね。韻を踏んでますね。墓を、こっち墓じゃないんかい。え？ブレワイ？いや、ブレワイやったことないんだけど、なんかね、ブレワイの石の置き方だよね、あれ。わかる人にだけ伝わればいいです。すごい勢いで髪取ったね。ダンって。そんなに急いで取ることもないと思うんだけど。ウォルター・メイソン。メイソンで合ってんのかな？ちょっと、違ってたらごめんなさい。で？あ、亡くなったってことなのかな？ここ、教会だからね。お。あ？そんな、え、待て、何をすりゃいいかわからん何をすりゃいいかわからん。さっきのおもちゃを取るのは合ってんのかな。なんか進撃の巨人の進撃の巨人だったじゃん、もうなんか、見栄えが。こっちは？何かあんのかな？ん？こっち登るでいいのかな？まあ、取るしかねえな。うん、鍵かかってんね。このまま追っかけてくんのかな。よし、来た。よいしょ、逃げろ、逃げる。とりあえずこれ逃げるしかないよね。追っかけてきてんのこれ。すっげえ音すっけど全然来ねえや。すっ、あ、来てるね、でも。さあ、ちょっとゆっくり読んでる暇もなさそうなので。いや、もう別に大丈夫かな。おっと、そういうことか。はい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 。そりゃそうよね。わーっと、捕まった。逃げられません、ということで。逃がしてはくれませんでしたね。はい、ということで今回はこの辺で、切りとしたいとこですね。 Can you see it? はい、ということでスレンダー・ザ・アライバル、今回はこの辺で